春アニメもクライマックス、最終回を残すアニメも残りわずかとなっていますが、いよいよ来週から夏アニメが始まります。今回は続編ものが少なく、結構新作が多いクールとなってるっぽいですが、夏アニメ紹介って動画は他のアニメチャンネルさんが散々やってるので、そちらを見ていただいて、私は第一印象でこれはって思ったものを挙げていきます。ジャンプ作品系は当然見るとして外すとして、まずはこちら、鹿の子の子の子コシタンタン。個人的派遣候補としてはこちらですかね。各 PV や1時間オープニングイントロが数百万も再生されてて、すでにバズってますが、一言で言えば鹿女子高生とその他愉快な仲間たちの不条理ギャグ系だと思ってください。これは多分めちゃくちゃ好き嫌い分かれるだろうし、叩く人めちゃくちゃ叩くでしょうけど、私はこのわけわかんない系結構好きなんですよね。令和の可愛いボーボボというか、女の子が可愛らしいので不条理系でも許せると言いますか、好きな人は好きなアニメになりそうです。こんなアニメを天下のウィットスタディオが手掛けてるってだけでもう笑いが込み上げてきますね。2本目はこちら、異世界スーサイドスクワッド。アメコミに興味がない人はなんじゃこらって感じになるでしょうが、 DC 映画を何本か見た私にとっては第一報を見た時に超驚きました。異世界ものもついにアメコミが入ってきたかと。アメコミの二大巨頭と言われるのがアイアンマンやキャプテンアメリカのマーベル、そしてバットマンやジョーカー、スーパーマンを手掛けてるのはこっちの DC となります。そんな中でも DC の悪ヒーローを集めたスーサイドスクワットという作品のキャラたちを異世界転生させたこの作品、その作品で主人公を務めた超人気キャラハーレークイーンをそのまま主人公に据えています。そもそもアニメで DC が見れるって時点でワクワクなのですが、そこに異世界ファンタジーを足してくることによってどんな不協和音が生まれるかわからない、めちゃくちゃ楽しみな一本です。これが成功してあわよくばマーベルも異世界転生しちゃったりしてね。お願いします。3本目はこちら、疑似ハーレム。夏アニメは本命、時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさんや負けヒロインが多すぎるなどなど、春アニメの少なさから一気にラブコメが増大したクールとなってますが、その中でもちょっと設定が面白そうなのがこの作品ですね。疑似ハーレムというタイトル通り、一人のヒロインが様々なタイプのキャラを演じるという多重人格でもない設定がちょっと興味を惹かれます。次はどういったキャラ設定で来るのかっていう点で面白くなりそうですが、それだけじゃネタがつきそうな感じで、どういう風に幅を見せてくれるか期待どころではあります。 PV 見ると作画がちょっと癖があって好き嫌い分かれそうな感じですが、まあ見てみないとって感じですね。期待してます。最後はこちら、ダンジョンの中の人。ダンジョン飯ロスを埋めれそうなダンジョンファンタジーものでございます。ダンジョンで冒険するってわけじゃなく、ダンジョンで働く人たちのお仕事ものになってます。宝箱の中身を補充したり、マップ作りしたり、モンスターの採用面接をしたり、出てくるキャラやモンスターも可愛さがバッチリで、ダンジョンの裏側ってのが見える点でもめちゃくちゃ面白そうな一本です。これらが個人的に2枚情報なしで面白そうって思った作品でございました。その他も今期はなんと3本手掛けている PA ワークスの作品たちも楽しみです。特に原作はないオリジナルアニメ2本、チアを題材にした青春もの、ナナレ花ナレ、童話投稿者×ヴァンパイアという混ぜるな危険な真夜中パンチにも期待してます。3本も手掛けて大丈夫か PA ワークスって思う人安心してください。すでに3つともカンパケ済みらしいです。あとはドカ食い大好き餅月さんでバズっている点からも、エルフさんは痩せられないは何かしら話題になりそう。ちなみに続編もので一番期待してるのはニーヤオートマタです。まさか1年で続きやってくれるとマジで思ってなかったので、めちゃくちゃ嬉しいです。という感じですかね。夏アニメは原作をあまり知らないアニメも個人的に多くて、その点で春よりも期待してる作品が多い印象です。皆さんはどの作品に期待してますか？コメント欄で教えてください。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。